フィリップ・ガレルは、フランスの映画監督。父親は、俳優のモーリス・ガレル。1948年4月6日、フランスブローニュイコール・ビーアンクールで生まれる。1961年、13歳で8ミリ映画、ユヌプルーム・ポア・キャロルを制作。1964年に監督した35ミリの短編映画、レア・ンファンツ・ディーゼ・コーディーズでは、 映画史家ジョルジュ・サドゥールに振動と言わしめる。1968年に制作した初の長編映画マリエ・ポワー・メモワールはイエール映画祭でヤング・シネマ賞を受賞。この作品は俳優ミシェル・シモンに賞賛された。その後、ORTF で働くが、1966年に制作したテレビ映画アネモネが放送拒否となり、 この頃から低予算の映画を制作するようになる。姉もおねは1968年にガレルが実質的に劇場公開した。また、同年にはアンディ・ウォーホルの映画、チェルシー・ガールズに感銘を受けて渡米し、ウォーホルが構えるファクトリーと呼ばれる制作スタジオに集う面々と交流を持つようになる。1969年、ベルベット・アンダーグラウンドの元メンバーだった歌手の ニコとローマで出会う。この出会いはニコがガレルの映画レリット・デラ・ビエグに彼女の楽曲ザ・ファル・コナーを提供したのがきっかけだった。ニコとはその後結婚し、1972年のうちなる傷跡1974年のここと彼女を主演に前衛的な映画を7本制作し、1979年に離婚するまで講師にわたるパートナーであった。 破曲後もニコとの関係はガレルの作品において主要な題材となる。1979年にアンヌビアゼムスキーを主演に迎えて制作した秘密の子供で商業映画に復帰。本作は1982年にジャンビゴ賞を受賞し高く評価された。1983年には父モーリスを主演に起用した自由、夜で。 第37回カンネ国際映画祭のフランス映画の展望部門にてグランプリを受賞する。また、同年には、自由、夜に出演した女優ブリジット・シーと再婚し、翌年の1984年には、息子、ルイ・ガレルが生まれる。1989年のレ・ベーゼでセコースでは6歳のルイが出演しており、ルイは、その後、本格的に俳優になり、 父の多くの作品で主演を務めることになる。1987年にはドキュメンタリー映画、レ・ミニスティアーズ・デ・ラルを制作。同作には、ブノワ・ジャコ、アンドレ・テシネ、ジャック・ド・ワイオン、ジュリエット・ベルト、レオス・カラックスラ、ポスト・ヌーベルバーグと呼ばれる、ガレルと同世代のフランスの映画作家たちやベルギーの、シャンタル・アケルマン、ドイツのベルナー・シュレーターらが出演し、 1981年に自殺したジャイ・ユスターシュが映った映像もフッテージとして使用されている。1991年に発表したギターはもう聞こえないは、その3年前の1988年に自己死したニコに捧げられており、彼女との生活、そして彼女の死をもとにした映画である。本作は第48回ベネツィア国際映画祭で銀次師匠を受賞した。 1993年の愛の誕生と1996年の彷徨う心でもニコの死後を生きるガレル自身の人生が語られ続ける。1994年からは映画作家として活躍する一方、フランス国立高等演劇学校において演技クラスの指導も担当している。1999年にはフランス映画界の大女優カトリーヌ・ドヌーブからの強い要望を受け、 彼女を主演に、夜風の匂いを制作した。2000年代に入り、2001年の白と黒の恋人たちで、第58回ベネツィア国際映画祭にて、国際映画批評家連盟賞を、2005年に息子、ルイをはじめ、父モーリス、元妻、ブリジット・シーを起用し、さらには2個の曲を使用して、1968年に、 パリで起きた5月革命とそれ以後に生きる若者たちの姿を描いた恋人たちの失われた革命で第62回ベネツア国際映画祭に手二度目となる銀次師匠と金納ゼッラ賞を撮影を担当したウィリアム・リュプチャンスキーが受賞した恋人たちの失われた革命はルイデ・デリュック賞やデュミエール賞の監督賞ヨーロッパ映画賞の国際映画批評家連盟賞など 多数の賞を受賞している。2008年に制作され、第61回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された愛の残像は、ブリジットシーと別れた後に再婚した女優、映画監督のキャロリーヌ・ドリュアス・スガレルに捧げられている。キャロリーヌは恋人たちの失われた革命に出演している。2011年、ガレルがかつてローマで、 共同生活をしていた友人で画家のフレデリック・バルトの死をもとに制作した灼熱の肌を発表。脚本はキャロリーヌが担当した。2013年、再びニコとの生活をもとに制作したジェラシーは第70回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品されたが受賞は逃した。この作品は主演した息子のレイだけでなく、 娘のエステルも出演している。2014年、新作、ロンブル・デファムズの制作を発表。脚本は、妻のキャロリーヌ・ドゥリアス、ジャン・クロード・カリエール、アルレット・ラングマンとの共同で執筆される。2015年、第68回カンヌ国際映画祭、監督週刊に出品され、日本では後に、パリ、恋人たちの影名で公開される。2017年に、 つかの間の愛人が公開される。ジャン・リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーなどのヌーベルバーグの映画作家たちの作品から影響を受けており、同年代のモーリス・ピアラ、ジャック・ドワイオンらと共にポストヌーベルバーグの一人とされる。特にガレルはゴダールの再来と言われ、シネマテイクの創設者であるアンリ・ラン・グロワは、ガレルをヌーベルバーグ以降で最も重要な作家の一人と称した。 彼の作品はそのほとんどが彼自身の体験を色濃く反映したものとなっており、特にニコとの関係は多くの作品のモチーフとなっている。ニコが重度のヘロイン中毒者でガレルと別れた後、スペインのイビサ島で自転車事故とそれに続く心臓発作によって急死したが、それに準じるかのようにガレルの作風もガラリと変化した。その一方でミニマリズムの作家と呼ばれているように、 映画そのものの作りは少ないセリフ、長回しによる撮影など、非常にシンプルなものである。ニコやジップである、モーリス、息子、ルイなどを主演に据えるなど、彼自身と深い関係のある人物を起用することも特徴であり、特に息子ルイは2005年の恋人たちの失われた革命から、すべての作品で主演に起用されている。他にも2000年以降の作品では、 自らが担当する演技クラスの生え抜きの生徒を俳優と指摘をしている。日本語題はビターズエンドの公式ウェブサイトから引用。太字は日本公開作品。AB 中条翔平、フランス映画誌の誘惑。ありがとうございます。